こんにちは方程式チューバーですこの動画は2021年2月19日に行われた慶應義塾大学医学部数学の入試問題を解説いたします解説する問題は題問3番番の2番です水平の平面上の異なる2点 A0 カンマ 1Q カンマ Y にそれぞれ高さ H0G0 大なり大なりの等が平面に垂直に立っているこの平面上にあって A9 とは異なる点 p から2つの塔の先端を見上げる角度が等しくなる状況を考える。ただし、以下の説問を通して、h と g はイコールではないとする。2>, かっこ2番の問題解説です。2つの塔を見上げる角度が等しくなるような点 p のうち、y 軸上にあるものがただ1つであるとする。この時、h と g の間には不等式、a が成り立ち、点 q、xy は2直線 y= イコールを、y= イコールかのいずれかの上にある。 ではこちらの問題回答されてみてください。回答が終わられるまでは動画を一時停止してお願いします。そろそろ解説をいたします。ではこの問題なんですけれども、この P というポイントからね、この塔の高さ、この先ンタ見上げた角度と角度から言えばこちらを括弧一番でこの高さを A ダッシュにしましたよね。角 A ダッシュ P A というこの角度ね、この角度とこの青い三角形、これも直角三角形ですけど。 この塔の高さを、Q、にしましまたこの等の足が Q ね9ですよつまり角 9'pq という角度が同じですよってことを括弧一1番で言っていますつまりこちらの見上げた角度が同じで直角三角形になるわけですから相似ですよねってことを括弧一1番で確認をしていますつまりこの相似ということは塔の高さが h 対 g ということから pa 対 pq はこの pa ですね PA PQ 対は同様にに相似ですすから H 対 G になりますよねここでもう一つ大事なポイントを確認しておくと2番では問題にどのようなことが書いてあるかというと2つの塔を見上げる角度が等しくなるような点 P のうちこの点 P ですね Y 軸上にあるものがただ1つであるとするというふうに書いてありますから点 P は Y 軸上にあるので座標で言えば P は P0P というふうに置くことができます。 では早速 P a の長さと PQ の長さを求めてみたいとと思いいますさて PA の長さというのはこれ Y 軸上の直線ですよね斜めではありませんですから P から1を引いてあげればいいわけですけど必ず絶対値をつけましょうものの長さにマイナスはありませんよね PQ の長さというのは2つの点が与えられていますから2点間の距離ですつまりルートの x から x を引いて2乗プラス +y から y を引いて2乗です つまり pq イコールルートの x2 乗プラスカッコ y-p の2乗となりますこれが h 対 g ということですからこの式が出来上がりますよねすると内向の積と外向の積は等しくなりますからこのような g 絶対値 p-1 イコール h ルート x2 乗プラスカッコ y-p の2乗という式が出来上がります両辺が正ですから両辺を2乗してルートを払ってしまいましょう すると左辺は g の2乗括弧 p-1 の2乗イコール h の2乗中括弧で x+y-p 乗プラス y、p、の閉じの2乗の中括弧閉じになります。この式を p について整理をします。なぜこの式を p について整理をする必要があるのかそれはさ問題の中に何て書いてあったかっていうと点 p はただ一つなんだよねって書いてあるわけ。y 軸上でね。ということは これ展開した時に二次方程式出来上がるんだけど二次方程式答えが一つになるというのは10回持つっていう方針で望んでしまえばいいんじゃないかなそれがここでのポイントになりますよねではこちらの中括弧ねすべてこう外して計算を進めていって P についてねまとめてみる整理をしてみるとこのような形が出来上がるわけですよ G G のののののの乗乗乗乗乗 -H -H -P P 倍括括括弧弧てプラス G G のの乗 h 2乗 X 2乗2乗乗 -H2 -H2 X2 Y ととイ出来上がります。そしてこの式が p についての2次方程式であるということはどこで分かるかというと h と g ってもともと等しくなかったわけですよだから等しくないんだから g-h の2乗の乗は0にならないここは0じゃないわけだから p についての2次方程式だよねってことになりますよねそこで、 P の解は Y 軸上にただ1つだつよと言っている実際には2次方程式だから答えが2つ出てくるにもかかわらず P の答えはただ1つだよということは判別式で重解を持つということでしょうだからこの式を D=0 で計算してあげればいいということになりますすると動かしますよこのような形になりますよね 少しでも計算を楽にするためにねここに2っていう数字が書いてあるから4分の d で計算をしていきましょう、えー、もしもこれが使えないぞっていう方がいらっしゃれば通常通りやれば答えは出てきます少しめんどくさいけれども、えー、頑張ってやってみましょうこの計算をしていきたいと思いますまずこちらの括弧の2乗を展開したものがここですよねそして後半部分のこちらを展開したものがマイナスは1をそのまま放置しておいて括弧でくくっておいて こちらの後半を展開したもののがこの形になりますただこの後どうやって何についてまとめればいいのかそれはどうしたらいいんだろうそこに疑問が湧きますよね。その答えが問題の中に書いてあるんです問題の後半部分に点 Q、XY、は2直線 y「を Y を」「か」のいずれかの上にあると書いてあるつまり点 Q「の関係式を作ってください」という意味なんです。 XY の関係式を作るということは X は X Y は Y でまとめてあげるそれを目標にして頑張ってみたいと思いますそれぞれマーカーで X は黄色 Y はピンクを塗ってみましたすると G の4と G のの乗乗とが消えますよねそしてこちら HY の4乗、y、の2乗とこちら HY の4乗、y、の2乗が消えてしまいますまとめてあげるとこのような形になりますよねそこで 計算を進めてあげましょうするとこの1と2のところは h の2乗と x の2乗でくくってあげるとこのようになります3 ④、4そしてこのピンクの並々のところは g の2乗、h の2乗でくくってあげれば最終的には g の2乗、h の2乗括弧 y-1 の2乗となるわけですよねさてここで h の2乗が全てに共通してるわけですね問題の最初に h0 そして d0 とありましたから ゼロではないわけなので、ここを h の二乗で割ってあげましょう。すると、こちらの式は。括弧 g の二乗マイナス h の二乗括弧とじ x の二乗。プラス g の二乗括弧 y マイナス一の二乗イコールゼロになりますよね。そして、この後、こちらの括弧 g の二乗マイナス h の二乗。括弧とじで x 二乗を右辺に移行させてあげます。すると、この式が出来上がりますよね。この式を計算を進めてあげれば。 g の二乗、かっこ y マイナス一の二乗イコール。かっこ h プラス g かっこ閉じかっこ h マイナス g。閉じの x 二乗という形が出来上がります。ここからが次の二つ目のポイントです。なかなか気がつかないところなんですけれども。因数分解してあげた h プラス g かっこ閉じかっこ h マイナス g というこちらの形。かっこ一番の半径で分母に絶対値がついていましたよね。なぜか。 h と g はもともとそれぞれが大なり0正でしたから h プラスの g は必ず正なんですけど h と g に大小関係わからなかったので h g が正になるものなのか負になるものなのかわからなかったから絶対値がついていたんですよさてこの式それと大きく関わっているんですどう関わってるかというと左辺を見てください g の2乗括弧 y 1の2乗 g というのはもともと ゼロより大きいから正ですよね y-1 マイナスの2乗これは絶対0以上ですねつまり左辺は負にならないんです言い方を変えれば左辺は0以上ですよしかし右辺はどうでしょう h プラス g は正ですよね x2 乗も2乗しているから0以上ですねこれが問題点なんです h-g というのはこの話と同じで負になる可能性があるんですよこの式がイコールになる以上を 左辺が0以上であれば右辺が負になることはできませんよね。ということから h と g はもともとイコールではなかったので h g は大なり0が成り立たなければいけないという条件が生まれますつまり絵に入る答えが h 大なり g なんですよねでは最後の答え「をとかに標準を合わせて計算を進めてあげましょう。まままずこここのの式、でここででいいかな。G の2乗で両辺を割りましょう。すると、 マイナス1の2乗イコール g で割ったわけだから g の2乗分の h g h ス g g じ x 2乗となります2乗ですから y マイナス1イコールにしてあげればプラスマイナスのルートという形になりますように計算を進めてあげましょうするとどのようになるかといえば y イコール1プラスマイナス g 分のルートになるわけですね。 おやかに入る答えは、そこでおに入る答えやかに入る答えは、こちらの式を式整理してあげて、このように表現すればいいと思います。いかがだったでしょうか。今回は置いてあげた点 P が、一つの答えであるということから、重解という発想につなげて回答をしてみました。またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。